皆さんこんばんは。7月22日月曜日19時パズドラ究極攻略ニコ生の時間でございます。マックス村井でございます。よろしく。わすごい、いや華麗なオープニングじゃないですか、はい、マックスびっくりしましたよ。金髪が飛んでった、はい、いやちょっとねさっぱりいたしまして、別にアテナとか関係ないんですけど、どういう心境の変化ですか。いや、ですね、週末にちょっと散髪しようかなと思って、はい、軽くね、はい、来週のアテナ7月29日、はい、大体こう散髪した当日ってなんかちょっと違うじゃん、うんうん、なんか散髪してから1週間ぐらい経ったらちょっとこうナチュラルな感じがなんか良くない？はいはい、フィットしてきたみたいなね。そうそうそう、はい、だんだんさ、なんか最初角刈りみたいになってさなんかお前はバーバリアンかとか言われながらなんか1週間ぐらい経ったら微妙にこう伸びて、はい、なんか微妙にこう丸みを帯びたぐらいがちょうどいいとかあるじゃん。なるほどなるほど、自分の中でね。だからちょうど1週間前だから切っとこうかなと思って、なんとなくね散髪にね。でそしたらですね、なんかやたら坊主の人が多くてで、いやなんか坊主ってすげえ気持ちよさそうだなとか思って、私高校時代、はい、高校時代といえばもう13、4年前ですか、うんうん、合唱部だったんですよ。文化系、全然体育会系じゃなくて合唱部、全然合唱部歌ってた。丸刈り関係ないですね。関係ない関係ない。野球部とかが丸刈りじゃん。そうですよね、イメージとして。合唱部で文化会、文化系で、はい、みんななんかふさふさしてるわけですよ、うんうん、なんか坊ちゃん系のね、なんか髪の毛が、はい、うん、で、私ね、合唱部時代が坊主だったんですよ。なぜか合唱部で。合唱部で必要はないけどやってたんですね。ないないない、全くない。ただ私だけなぜか坊主で、はい、で、十何年ぶりに坊主にしましたね、はい、ただね、すごい気持ちよくてね、このシャリシャリがねすごいな。なんかね、なかなかね、いいですよ、坊主。いいんだ。なんかしばらく坊主でもいいかなって思っちゃった。すごい。まあ、坊主にしちゃうとね、もう戻しようがないですからね。まあまあまあ、伸びるの待つって言ってもね、2、3ヶ月はね、やっぱりかかりますから。まあそんなこんなでね、別にやれスキャンダルだとかね、罰ゲームだとかですね、はい、お仕置きだとかそういう話では一切ございません。いや、私も正直朝写真を見た時には、何の罰ゲームで、なんで罰ゲームなの。正直この週末に何かの罰ゲームがあったんじゃないかとちょっと実際思ったんですけど、今これね、さっき画面で見たらね、はい、ニコニコのね王とね、私同化して同化しつつあるからちょうど真ん中に入ってる、うん、真ん中に入ってるちょうどね同化しつつある、このニコニコと。ほらすごいななんじゃこの髪型みんなかっこいいって言ってくれてんの？ありがとうございます、ありがとうございます。すごい。今回はですね、12ミリで丸めてみました。さすがに3ミリとか勇気なくて12ミリにしました。はい、まあそんなことならね、今週もよろしくお願いします。私、はい、改めて自己紹介いたしますと、アップバンク株式会社代表取締役 CEO マックス村井でございます。さあ、まおちゃん。はい、こんにちは、スプリングまおです。うん、週末伝説流ラッシュに取り組んでいたんですが、おー、はいはいはい、死んだ？いや、長球はね、結構着々とね、回せるようになったんですよ、はいはいはい、だけど、闇のね、ヘルヘイム、ヘルヘイム、ジャルヘルヘイム、ヘルヘイムだけが取れずに終わってしまいました、残念です。大丈夫、それ以外揃ったんだけどね。お、やるじゃん、はい、結構回ったね。結構揃、ね、結構揃って、ドロップ2倍で頑張った。そうです、そうです、2倍で頑張ったんですけど、闇だけ落ちなかったんですよね、残念です。まあそういうこともあります。はい、でもちょっとボックスの中ドラゴンがいっぱいで育てなきゃいけないモンスターがいるはずなので、ちょっとね、なかなか結構時間的余裕とね、はいはいはい、そういうのもあってなかなか育てられないので、ちょっと課題が残っております。はい、了解でございます。じゃあ今日のお品書きいきましょうか。はい、いきましょう。じゃあお品書き参りましょう。ドン、じゃん、こっち来ない、あれ来た来た来た、これこれ。はい、お品書きです。今週のお品書きですが、先週からの、スプリングマウの宿題ということで、はい、闇の歴流、攻略、これは長級でございますね、はい、そうです。で、大人気視聴者投稿コーナー、そしてグッズ紹介のコーナーで、最後に、私の方で、本日から始まりました、光の戦国流太閤流秀吉というね、ピッカピカな彼がね、ピッカピカ、はい、出てきてるわけなんですけれども、はい、初登場ですね今回。この光の戦国流の地獄級と、テクニカルダンジョンで、猛炎のなんだっけ、猛炎の塔、猛炎の塔、うん、テクニカルダンジョンがねずらーっとあるわけなんですけど、
まあ、そもそもテクニカルダンジョンって何って人もいるのかな。ノーマルダンジョンで魔王の資料をクリアすると遊べるようになるテクニカルダンジョンっていう別のダンジョンがあって、はい、そのテクニカルダンジョンをずっとクリアして最後にこう猛炎の塔っていうのがあったんですけれども、それをクリアしていると、今朝0時から、魔法石魔石流っていうですね、新しいダンジョンシリーズが、追加されまして、はい、で今日は、最後にそちらの方もやれたらと思っておりますというのが今日のお品書きです。皆様今日もよろしくお願いいたします。はい、あ、忘れてた、冒頭の話忘れてた、お品書きの前に、あ、そうね、はい、週末ですね、あの大阪に行ってました、はいはいはい、金曜日アップバンクストア大阪、うん、で土曜日がですね、あの心斎橋にある、TSUTAYAでですね、両日イベントをやってきたんですけれども、はい、あの合計で約500名の方がいらっしゃっていただきまして、あの誠にですね、ありがとうございます。非常にありがとうございました。あの多くの方とですね、やんややんや、ワイワイさせていただきまして、うん、大阪ってのは本当にいいところだなと行くたびに思いますね、はい、ちょうどあの同じ土曜日、7月20日つくばの方でもあのパズドラツアー、うん、イオンモールでね、パズドラツアーの第1弾が開催されまして、でそれも今後、全国回っていくのかな、はい、でそちらの方もですね、ぜひとも皆様ご期待くださいという感じですかね。いろんなところにね、はい、全国つつうらうら、夏休みはもうパズドラで染まるという感じでございますから、はい、皆さんぜひともですね、一緒に楽しんでいきましょうと。じゃあそんなわけで、はい、早速今日のコーナーいきましょうか。え、マックスの、あ、そう、T シャツだ、マックスの T シャツ、今日の T シャツのコーナー、今日の T シャツ、髪切った、髪切ったな結構もう一番さ、オープニングトークで終わったんだよな、髪切ったわな。さあ今日の私の T シャツの裏は何でしょうか。白色、まあちょっと多少灰色なんですけれどもね、ベースの T シャツに、こんな色でマックスブライト、黄色い感じでマックスブライト書かれてますね。そうですね、キバル、カリラ、オリハルコン、なんか異様にタモリさんって答える人が多いのは何ですか。そうですね、なんで、あ、髪切ったじゃないですか。髪切ったんですか。髪切ったかな、タモリか、髪切ったの前振りから、ね、今背中のモンスターを聞いとるんだ背中のモンスターを、サクヤ、サクヤ、タモリ、タモリめっちゃ多いよ、もうタモリはもういいから、タモリはもういいから。じゃあ発表しましょうか、はい、先週がですね、夏で非常にこう暑かったということで、はいはい、ヨトゥン、先週がねヨトゥンだったんですよ。で今週は私も髪を切りましたし、非常にこう涼しくなったということで、はい、涼しげなモンスターを選んでまいりました。爽やかなね。いいですか、カメラさん背中いきますよ。今週のモンスターはこちら、ヘルメス、イケメン、まあね、わかるかい。非常にあのこのヘルメスは難しいですよね、難易度高いです。難しい難しい、色のヒントがまずね、表になかった、ないんだ表になかった、肌色だった。そうそうそう、私もなんでこれだけこうなんだろう。そうそうそう、あの、ね、はい、黄色関係ないわね、肌色なんですよ、ね、よろしいですか、よろしいですか、はい、はい、そんなわけで今週は私は背中にヘルメスを連れて、攻略にやってまいりましたと。進化前のイケメンでしたね。なんでヘルメスか、いや私のね、頭と一緒で涼しいかという感じですさあじゃあ参りましょう、はい、一発目のコーナーは、スプリング魔王の宿題ということで、はい、闇の歴流超級カリラですね。はい、さあじゃあ準備しますね。まずはスクリーンショットでこの本日の煮込みっぷりを発表するところからいこうか、はい、そうですね、まずスクリーンショットでご説明しましょう。今日の、はい、はい、今日の攻略のポイント、おこのモンスターレイラン連れて指針を、そうなんですよ、今日の攻略はぜひぜひ、あ、そうなんです、あのコメントありがとうございます。私レキリュー今までダブル半減でね挑んでいたんですけど、ここ最近は半減プラス攻撃を増やすようなモンスターを連れてきていました。ちょっと成長してるじゃん、ちょっとね、あの、うん、攻略の仕方が変わるっていうね。うん、で、今回連れていくモンスターがこのレイランです。でこのレキリューダンジョンは3色のダンジョンなので、ちょうどこのレイランの持ってる火、木、光で同時攻撃するとき攻撃力が 3.5 倍になるっていうスキルが完璧なんですよ。確かに確かに、はい、光もねちゃんと入ってるからね、弱点属性がね。そうなんですよ、非常に強力なあの 倍率もあるし、私リーダーにまた半減を持っていくんですけど、その半減の力で安定して、そして割と早めにクリアできるようなパーティーで今回ご紹介しようと思ってます。だね、指針はすごいよね、うん、レイランも攻撃力 3.5 倍でもほぼほぼホルス4倍とね、そう、そこまで差のない、そうですよね、まあ、そこまで差のないというとね言い過ぎかもしれませんけれども、そうそう、非常に強力、はい、あの3色しかドロップがないので、もうこれが
マックスというかこれがもう一番もうマックスだね、そう、うん、あの力が使えるモンスターなんですよね、うん、完全にマックスだ、うん、イシスっていうのも考えたんですけど、イシスはそもそもその ないんですよね、ドロップが、あ水のドロップないので、はいはいはい、イシス連れてってもちょっと効果がね、あの1人分ね、そう残念な感じなのでこのレイランをチョイスしました。で、はい、私持ってないのでお友達です。なのでパーティー編成はこちら、あ友達のレイランを連れてったんだ、そうです、うん、レイランはお友達です。で、まあ、あの火とね、光と木のモンスターで、HP が大きめのやつを連れてってます。フレンド会って言われた私はね、ずっとね、まおちゃんが持ってるものだと思って聞いてた。本当すいません、あのフレンドですよ、フレンド、フレンド、フレンドの、いや、ぶっちゃけそんな私そんな持ってないから、フレンドのリーダーをもう完璧に自分が持ってるみたいな程度ずっと話してました今だって、いや、ほらこのね、リーダースキルをちゃんとあの解説してこのモンスターの力を今回発揮するんだよっていうことで、こう皆さんにね、ご覧いただこうと思ってるのでちゃんと説明しましたよ。しゃというわけで、私のリーダーはカオスデビルドラゴンです。はい、じゃあ行ってみましょう。あ、まあここもスクリーンショットなんですけど、じゃん、はい、麦ドラが可愛いんだよな、ね、闇のレキリューは、はい、麦ドラちゃんは、うん、あの合成するとね、落ちた時に合成するといい感じの経験値です。非常に経験値が高い。はい、で途中に出てくるキマイラ、うん、一番嫌なやつ、ね、ここ嫌なとこなんですよ。バインドされたら厳しいので、ここはちょっと 運的な要素が実はあります。あのディフェンス力のあるモンスターを持ってってもいいんですけど、結構私はあの力攻めというかレイランの力でもう突破できるまでもう一気に行っちゃえっていうことで行くんですけど、たまたまここはリーダーバインドされずに済みました。おお、たまたまだ、偶然だ。この状態だと結構すんなり行けます。で、ボス手前のリリス、お邪魔ドロップだらけじゃないか。そうなの、リリスは、光のドロップをね変えてしまうんですよね、こういう風に。これがね、ちょっと落ち込む感じです。さらにこのね、リザレクションが、あ、リリスね、使うね、リザレクション、起きるんですよ。それも結構辛い、うん、けどレイランを連れてってるんで結構早く削れます。で、それでボスと、でということで、どれぐらい煮込まれて今ここにたどり着いたんですか。はい、じゃあ煮込み状態をご覧いただこうと思います。ゲーム画面に行きますね。じゃん、出たか、出た結構煮込み、めっちゃバインドされてるから2人そうで、ですね、このしばらく煮込みますと攻撃力が上がってるんですね、はいはい。あ結構煮込んでるね、これ。そう、結構煮込んで攻撃力が上がってるんですよ。で、そうしてさらに光モンスターがバインドされてしまうんですよ。だから私結構ちょっとこれピンチだなと思って、 3.5 倍にもならない。そうなの、うん、ピンチで、これこのままちょっとこのバインドが解除されるまでプレイしちゃおうかなとも思ったんですけど、それちょっと放送つまんないなと思ったんで、うわバインドのまま来ました。なのでちょっとバインドが解除されるまでちょっと安定した気持ちでちょっとプレイをしたいので、ちょっとすごい真下を向いちゃいますけど、言っとけ、真面目にいきます。うん、しゃ、982ターン残りだから、これはこれ約20ターン分戦いが始まってからこう戦ってるわけです、ね、あ、そうですね、はい。で、あ、いいよ、喋んなくて、ここ使いましょう、集中してやっていいよ、ここ使いましょう。おう、これだってどうせ光発動しないんだからね。どうせ光発動しないけど光たくさん残ってるよ、これ。いや、いいんですよ、火残しといた方が良かったいや、大丈夫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 、おい、よくわかん、真央ちゃんが大丈夫なんだったら大丈夫だろう。いや、ハードドロップがいっぱい欲しかったの。おこういうカースボールが来ちゃうんですよ。カースボールが来るので今ハードドロップが欲しかったんです。半減でこれか、超級で。そうです、そうです、結構食らうな、しかも毎ターン。はい、意外とカリラって強えな。そうなんですよ、それがちょっと、私って死んでた前回カリラはそういえば、まさかまさか死んでた、まさかその可能性ある。もうすでに記憶があんまりないんだけど、よいしょ、カリラ半端ねえなあ。これ全回復ですよ、しゃあ、もう一ターン待たないと回復しないんだけどな、あの彼らがな、バインドのそうですね、バインドから回復しないですね。あれ、ミスった。あ、でもいいじゃん、結果オーライ、結果オーライ、イエーイ、ナイス、ナイスコンボ、ナイスコンボ、しゃあ、回復、お、全員復活、全員復活しましたよ。で、これいらないからね、プラズマカノン発動、使っとけ、使っとけ、レイランの必殺技、使わないの。あ、レイランの必殺技、言っとく、ハート取っとく、ハート一回回復するじゃん。
一回回復しようか、まあ、一回回復というかずっともうエンドレスだからラストのこうとどめかもうとどめの時にね、うん、分かりました。うっかりしたら多分死ぬからね。そうなんですよね真央先輩は。いやさすがイエイエイエイ、さすが三色ダンジョン素晴らしい。いいね三色ダンジョンはいいね、コンボが繋がるから気持ちいい。おーいいっぱい減ったいっぱい減った。おお、まだでも道のりは結構ありそうだな。そうですね結構あるな。そうだなこれ。あ大丈夫大丈夫、さあ頑張れ。やべミスったミスった完全に。あ全然いいんじゃない、レイラが発動してない。おお真央ちゃん3割ぐらい来たね。3割ぐらい、やばいやばい、残真央 HP3 割やばい。えさあどうなる。また光が消えない。回復が5000しかない。おお真央ちゃん徐々に削られとるで。やばい嘘どうしよう。徐々に削られとるで。結構余裕がない気持ちになってきた。これはもう真央桐先輩はもうこれいけるんでしょうか。あいっぱいハートきた。おいいじゃん、ありがとうございます。おかなり持ち直した、これかなり持ち直した。これさ行っちゃう、レイラレイラ行っちゃう、レイラ行っちゃう、これレイラ行っちゃう、もう俺の必殺技行っちゃう、俺の必殺技南方七星人行っとけ発動。え言わないの、え何これなんて言えばいいじゃん、南方え合ってるの、俺の必殺技から南方七星人で合ってるんでしょこれ読み方。行きます、お行っとけ、俺の必殺技南方七星人。いや、発動しろよ。えおぉちょっと言う、おぉなんだこのドロップは、これすごい、これはこれどうしよう、あれだな、あれだな、私だったらあそこで行くな。えどういうこと、私だったらって。あ、なんかミスった完全に。それはレイランは、おぉやばい、全然レイラン食らってねー、ごめんなさい、レイランじゃねえ、カリラ食らってねえぞ。まあじゃあ今回ちょっと回復挟まないとやばくなってて。そうだね、うん、そうですね、ちょっと落ち着いて回復しましょう。ちゃんとハートで2コンボね。はい、えお、いいじゃん、ちゃんと 3.5 倍も発動して、よしこれでどうだ。おぉいいじゃん、これ倒したんじゃない、いったんじゃない、これいっぱい消えた、どうですか、こい、おー落ちた、落ちた、落ちました、ありがとうございます。いけるもんやね。いやちょっとヒヤヒヤしましたけどね。でもカリラってのはなかなかね HP が高いのに、はい、レイランのね 3.5 倍があると結構みるみる削れるもんだね。そうですね、結構やっぱりあのレイランで結構かい、あの攻撃力が高いから早めに削り切れるからまだ耐えきれたっていうのはありますよね。2回ぐらいは半減で頑張って耐えれるけど、それ以上いくともうやられてしまうので。確かにな、はい、これ長引けば長引くほど厳しい、なんかドロップ運の問題でね、はいはい、ハートが異様に来ないっていじめられてる感じとかもたまにあるもんね。あるんで、そうなんですよ、というわけで、はい、じゃあ真央ちゃんそんなわけで、闇の力士宿題お疲れ様でした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんも新しいモンスターを使いこなしてやってみてください。そうだね、はい、そうだね、いい話だ。いやてか最近指針が活躍しすぎだな、うん、うん、いや指針はいい、新しく登場してあの活躍しすぎですよね。フレンドのね、フレンドのね、はい、うん、私のはフレンドのです。かわいいかわいい、フレンドのありがとうございます。さあじゃあそんなわけで1個目のコーナーが終わったということで、はい、次のコーナーに参りましょうか、次のコーナーは、AD ブライト三枝心の部屋ということで、うん、大人気読者投稿コーナー、はい、行ってみよう。 AD ブライトさんそれ私の顔ですか。三枝さん、はい、自己紹介からいきましょうか。三枝心です。 AD 村井です。三枝心、普段何やってるとか言わない。普段はあすごい、普段はモデルの仕事をやってます。はい、最近はどんな感じですか AD 村井さんは。パズドラの方は、あ僕に振るの、はい、ね、今日手書きでマックス村井の仮面をつけてきたんですよ。似てないし、全然似てないし。
全然似てないですね。と見せかけてダーン。どうだ。なんかもう、どうだ。まだどっちもどっちだけど、そっちの方がまだなんか見慣れてる AD 村井たち見慣れてる。しかもね、今日マックス村井のお面初めて手作りしたんですけど、ここ切ってきたんだよ。ほら、あ、髪型ちょっと似てるからちょっと完全に一致してきていい？カメラさんいい？ほら似てるでしょ。ほらそっくりやん、そっくりやん。マックスが合わせてる。完全に一致。まあ、そっくりというか、まあ、そういうこと。私の顔のプリントだから我ながらね、よくできたなと思って。はい、はい、最近のパズルはどうですか、はい、久保さん。そうですね、弟から電話来たかな最近はですね、なんか大丈夫ですか、はいはいはい、あの実家の兄がですね、はい、パズルを始めたらしく。ああ、あいつな。はい、そうなんですよ。でもうあいつなついちゃいけないんだ。ランクが44ぐらいまで行ってて、すごいハマってるみたいです。周りがどんどんね。何使ってんですか。何ですか、リーダーですか。ん、じゃなくて何使ってる。リーダー、そうそう、彼は。リーダーはいろいろ違うのに変えてます、いつも。今ね、青い竜の、あの水色の、あの最初に当たるプレシーじゃなくて、水色のあのちっちゃい竜、なんだっけ名前。あ、ブルコドラ。あ、そうそうそう、ブルコドラの進化したやつ。カラドラのね、うん、を今使ってて、どこを戦ってるかは分かんないんですけどそう、だから周りがね、どんどんねパズラをやる人が増えてて、そうなんだ。そうそうそう、もう今1600万ダウンロード、ね、1600万ダウンロードのキャンペーンが先日終わったところかな、ね、はい、だってマックスさん新しいイベントしてもあれでしょ、新しい大阪でも5回もイベントしてて毎回新しい人が来るんでしょ。そうですね、ありがたい話で大阪でね、今週末が5回目のイベントだったんですけど、うん、今回も500人ぐらい来ましたからね。すごい、はい、すごいね。楽しくバイバイやらせていただきましたよ。新しく、はあ、すごいですね。はい、投稿コーナー行きます。はい、今日もですね、今日は何の、あの前回と引き続いてパズドラクイズ。おー、パズドラクイズ、はい、クイズやります。はいはい、なんでマックス村井 VS スプリング魔王ってことで、また2人はマジか、やばい、対決してもらいます。この間の奇跡系だからな。昨日はね、クイズかかってこい。昨日じゃねえ、前回13問で、はい、どっち勝ったんだっけ。引き分けじゃん。引き分け、そう、前回引き分け。そうだ、マジ、うん、引き分け、前回引き分けですよ。じゃあ、ね、今日はそのどっちかね、終止符打ちますから。終止符お願いします。皆さんも、ね、コメントでご回答ください。はい、全8問マックスさん見ちゃダメだからね、コメント消しだからね。コメント欄見ないようにしなきゃいけないよ。高橋さん、よろしくお願いします。いきます。はい、第1問いきます。はい、ペンネーム AD 村井同盟さんです。ありがとう。じゃん、今現在ノーマルダンジョンは何個あるでしょうか。 A 32個、 B 37個、 C 40個。はい、あ、選択式か。せーので数字言おうか。はい、おい、でも真央ちゃんから村井ちゃんの順番でいいですよ。あ、いいっすよ、先で。はい、 B、 C、 正解は37個。 B、 B、 はい、 B です。やったー。旅立ちの塔から伝説の大地まで37個のダンジョンがあります。伝説の大地を超えるダンジョンがやってくるか期待です。もうちょっとあるかなって思ったんだけどな37か、すごい。でもさあ、まおちゃん先行。はいはい、どっちか分かんないのがいいね、結構。あれ、はい、次、はい、はい、次の問題行こう。次いきます。ペンネームラスカ、んラスカさんかな、はい、いきます。じゃん、最も名前の長いモンスターは誰でしょう。ただしこういう点とかを中黒、あのこういうのは含めずに漢字は一文字とします。覚醒ヘライスだと 1,2,3,4,5,6,7 になるってことです。はい、何でしょう。はい、じゃあ早押しで順番にいきましょう。え、ピンポン。でもフルネームじゃないとダメなんだ。ピンポン、はい、エンシェントドラゴンナイトとか結構長い。何文字。エンシェントドラゴンナイト13文字。惜しい。ペペー、まだ長いでいる。待って待って待って、なんでしょう。僕ね、KOF とかも長かったなって気がするんだけどな。ロイヤルストレート F とか。あ、違うか、うん、やばい。今回の仮面長いやつ、うん、前につく漢字が思い出せなくて答えられない、どうしよう。さあ、まおちゃん次行きましょうか。えー、どうぞどうぞ。
漢字とカタカナの組み合わせ、ヒント。あ、漢字も入る。入る。なんだ漢字が頭に4つくる。え、終わった。違った、私も考えているのと。何でしょうか。チョコすんの。わかんないよ、出てこないよ、そんな。ヒント、ヒント、ヒント。私、ヘブンズ・ネプチューンと思った。ヒントはね、攻撃耐性持ってるよ。攻撃耐性、うん。ヘブンズ・ネプチューンに近いね。海洋神。そうそうそう。はい、はい、はい、マックさん。カオス・デビル・ドラゴン・ナイト。おい。漢字入ってないし。攻撃耐性。しかも、ドラゴン・ナイトって。しかも、マオチ、あ、まあいいや、マオちゃん順番じゃなくて。漢字4つが入ってる。で、はい、長いモンスター。はい。あれだ、え違う違う違う、難しいかな。普通に攻撃耐性持ってる。あの人、あの人、あの人持ってるんですよ。この間の、この間のあれ、この顔でやってる友達って。この間の、この間の、この間のクーフリア。ブブー、答えは波竜皇帝グランドジークフリート15文字でした。死んだ、死んだ。はい、じゃあ次行きます。分かってても漢字が読めないパターンだわ、それ。グランドジークフリートか。ジークフリート全部で15文字、すごい長いな。グランドジークフリートか。はい、次行きます。次行きます。はい、これもペンネームラスカスさんです。はい、じゃあ、トコ用の魔女リリスには蛇がいますが、他に別の動物がいます。さて何でしょう。1、フクロウ。2、コウモリ。3、カラス。これは僕知ってたんだよな。まーちゃんから言う？うん、同時で、まーちゃんから順番で、順番で言ってていいよ。1のフクロウ。2、コウモリ。正解は、フクロウ。やったー。え、どこにか、リリスにフクロウってどこにか。なんかこうやって、前にこんなこのやつ入れちゃう。やったー。こうやって左下とかにこんなやつ入れちゃう。マジ？うん。リリスにフクロウいたか。すごい。私もう今懸命にコメント見ない。いるでしょ、コメント見ない。めっちゃフクロウいる。何、うん、このフクロウ、かわいい。え、見たい。え、ほら、ほんとだ、かわいい。かわいい。次行きます。はい、はい、ペンネームアニファンさんです。はい、じゃん。紙タイプが一番多い属性は何でしょう。かっこ副属性は含みません。さあ、5択ですね、これは。紙タイプが一番多い。これね、すごいよ。マックス村井頑張らないと。勘だな、私。私から言っちゃっていい？これぶっちぎり。え、ぶっちぎり？あ、え、ぶっちぎりなんだ。はい、はい、どうぞ。水。はーい。闇。はーい。答えは光。うわー、どっちも外れや。ちなみにでもバーチェも神竜も赤から神になったもんね。あー、そうか。火が、そうそうそう、ドンちゃんもいるしさ。ドンちゃん、あー、火が25体、水が23体、木が25体、闇が28体、光は33体でした。あとね、群馬とかもか。頑張ってください。群馬は木、木体、木属性。やられたよ。すごい光か。面白い、これ。この質問面白かった。全然当たってね。うん、では次いきます。はい、ペンネームタミガラスさんです。はい、じゃん。敵全体に7777の固定ダメージを与えるラー、太陽神ラー、メカドン、メカドンが持っているスキルの名前は。超簡単じゃないですか。どうぞどうぞ。いやいや、順番に言うから。じゃあもう言っていいですか。1、セーラーレーザー。2、ソーラーレーザー。3、セーラーブレザー。4、ソーラービーム。おー、今、まおちゃんがね、2個リードしてるからね。5、3パワー。なるほど。さあどうぞ。どうぞ。2、何ですか。ソーラーレーザー。かぶってもいいですか。いいよ。2、ソーラーレーザー。本当？本当だよ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。その顔で言われると怖い。その顔で言われると怖い、めちゃくちゃ。はい、答えは2のソーラーレーザー。しゃー、はい、2人に1ポイントずつ。しゃー、おめでとう。はい、はい、さあ次、次行きます。ペンネームナカルトンさんです。じゃん。友情ガチャやレアガチャに出てくるガチャドラの足の爪はいくつでしょうか。ほう、はい。知ってんの、マックさん。知ってるの。じゃあマックスさん先でいいですよ。いや、私一応あのいろんな会場でガチャドラの着ぐるみと一緒にあの共演してますから、多分3本、うん、ちなみに振り返ったらそこにレアガチャドラがいるな。
でも足の爪映ってないから大丈夫。3本スプリングさん。え、じゃあ片足、片足ですよね。うん、え、マックスが3って言ったから4、うん、お姉さんやね、お姉さんやね、お姉さんだね。はい、答えは3つ。イエーイ、並んだ、並んでますね、うん、1個負けてる全然並んだろ。あ、次の問題、はい、次いきます。ペンネームアップバンクはカミルトンさんです。カミルトンさん、じゃん。次のデビルシリーズで抜けている残りのデビルの名前を答えよ。フロストデビル、パイロデビル、ハーピーデビル、ウロスデビル、残り1体は、あ、間違えた、タウロスデビル。あれ、そう言われると。さあ早押しです。フロスト、パイロ、ハーピー、タウロ、あれ、なんだっけ、あと1体。マッスル村みたい。緑、抜けてるのはフロストが水、水抜けてる属性パイロが火、ハーピーが光で、タウロスが木か、うん、ってことは闇が抜けてるのか。闇なんだっけ。いい質問だよねこれね、うん、闇なんだっけ。いい質問、うん、難しい。ヒントはね、うん、ヒントは AD 村井の顔が面白い。ちょっとち、あのね、そう、みたいな。全然ヒントじゃないえみたいな。ほら、ブラックデーモン、ベベー。はい、まーちゃん。えいや、だって今さ、違うよ、これの今さ、ほら、村井ちゃんブラッドデーモンって言ったんだよ。ほら、まーちゃん、ほら、ブラッドデビル。正解。あらー、そういうことだよ。なんだよそれなるほどね、はい、はい、次行きましょう。はい、まおちゃん1点。次行きます、はい。ペンネームアップバンカーカミルトンさんです。じゃん。火曜ダンジョン緑の番人で手に入れられる番人は1、緑の番人、2、森の番人、3、草の番人。はい、はい、言っちゃっていいんですか。どうぞ。森の番人。え、私選択問題だから。あ、選択問題だから。ダンジョン緑の番人で手に入る番人はつって緑の番人じゃないのこれ。え、緑の番人じゃ、森の番人。火曜ダンジョン、火曜ダンジョン、火曜ダンジョン、緑の番人で手に入る。あれ、どうなの番人はつって。どうなの、これ森の番人じゃないの。え、答えないの。答えは、答え書いてない。答え書いてない。森の番人でしょ。どういうクイズこれ。森の番人が答えでーす。でしょ。カンニングさん、森の番人が答えです。緑、緑の番人つって森の番人すごいね。ああ最後の質問いきます。最後、はい、ペンネームまおちゃん、親衛隊隊長。 ありがとうございます。いきます。パズドラにはスキルレベルがありますが、うん、その中でスキル間になる、スキル間にすると一番スキル発動が早いモンスターとそのスキルの名前は何でしょう。え、これ村瀬でスキル名知らないでしょ。スキル名がわからない。もうこれ多分あいつなんですよ。モンスターはわかる。わかるんだ。わかる。群馬、毎ターン回復、毎ターン回復、毎ターンスキル発動で回復。あの昔ゼウス全盛時代にすごい重宝されてました、はいはい、なんだっけ。メタドラ回るとき、メタドラ回るときか、ゼウスで。何それ難しい、その問題。群馬。群馬、じゃあ答えは群馬県ですよ。じゃあスキル名は群馬県、スキル名超群馬県、草津の光。ベベー草津の力。草津といえば草津の湯。草津の温泉。正解でございます。おー、来た、はい、草津の温泉。皆さんすごいスキル名だよね。皆さん知らないでしょ、草津の温泉なんてスキル。皆さんこんばんは。毎週楽しみにしながら放送を見ています、はい、来週にアテナが降臨しますが、マックスはパーティー調整は済んでいますか。また恒例の297移動があるかと楽しみです。先週マックスが窓からのセリフを言った時、思わず笑ってしまいました。窓マギとのコラボをおなしシャス。いや、それ私たちに言われてもどうしようもない。はい、じゃあ、はい、成績発表、はい、成績発表。ドンドンドラドロードロー。今週もドロー
この決着どうつけるの？本当にどうつけるの？これはどっかのタイミングでバトル3を設けようぜ。そうですね、バトル3必要ですね。もう一回、はい、もう一回。じゃあ次ちょっとバトルができそうなネタでも考えましょうか、うん、ワンチャンで、はい、はい、では続いてイラストコーナーに行きたいと思います。はい、お願いします。今日はですね、一番一緒に戦ったモンスターってことで、うん、そのイラストを募集しました。はい、はい、はい、いきます。ペンネームピグさんです。ちゃんと時間あるね。じゃん、グラビトンアースドラゴン。あ、どうこれ、可愛くないこれ。可愛い、すごい。ちゃんとね、ステータスもね、いいんですよ。あ、すげえ可愛い、このデフォルメ感、めっちゃ可愛い。顔だけちょこんってついてるのがいいですよね。あとこのレベル51っていうのがすごい親近感湧く、ね、私もこんな感じなんで。上げきれないんだよね、この辺まで行くとね、ちょっと上がりにくいタイミングなんだよね。50、60の間くらいでね、すごい使えるんですよ、すでに半減ドラゴンは。無課金でレアガチャの運もなく、これまで必死に育ててきたグラビトンアースドラゴン、はい、いつもはかっこいいのですが、卵のように可愛く描いてみました。可愛いね。ステータスは今の状態です。マックス村井さん、アテネ降臨頑張ってください。この前グラビトンアースドラゴンのね、あの制作工程の記事出たの見ました？見ました。こうね、もうちょっとここをこうして、ここをこうしてってね、そう、ここのヒレっていうのかな、丸みを出してみたいな、そうそうそう、すごい指示書みたいのも公開されていたんですよ、うん、アップバンクに記事がね載ってます。あれすごいよね、リアルなフィギュアのね制作工程。ああやって指示出すんだねって思ったよね、うん、まあ、あの指示を見せながら、まあ、言うんでしょうけど、はい、すごいですよね。はい、次行きましょうか。次行きます。ペンネーム真野上さんです。じゃん、覚醒ロキ。おー、いや、わかる、ロキかわいい。ロキは覚醒しないぞ、まだ。え、まあいいけど。そうなの、うん、覚醒ロキって書いてある。覚醒ロキな、名前は。かわいい、従えてるよ、凶暴な悪いね、ケルベロスみたいなやつを。私もロキさん使いました、すごく。まおちゃん持ってるな、ロキ。持ってるんです、ロキ。ロキはお化けいっぱい持ってるよね。たくさん従えてる、うん、うん、かわいい。一番一緒に戦ったロキです、はい、ゴッフェスでも何でもない時に初めてリセマラなしの1回目でロキを引いたので、うん、今思えばかなりラッキーだったなと思います、うん、僕ロキ持ってないんだよな、うん、じゃあ次行きましょうか。はい、ペンネームシオンさんです、うん、じゃん、バルキリー。おお、味がある、味がある。なんかすごいキリッとしてる顔が、完全に剣向けられててさ、かっこいい。色をさ、わざと黄色っぽくしてるんですよね、うん、この人ね。ちゃんと叩えみたいな感じですね。紙に書いてあるのかな。まあいいや、はい、私が一番一緒に戦ってきた子はバルキリーです。パズドラを始めて間もない頃、ガチャで運よく当たった子でした。ワルキューレから白純だよね、白純からプリンセスへ、そして今はグレイスにまで成長しました。かわいい。スタメンから外れたことのない大切な私のパートナーです。はい、個人的に白純のバルキリーのデザインが一番好きだったので、白純バルを描きました。ワルキューレもいいんだぜ。ワルキューレもかっこいいんだけどね。いや、全部かっこいいよ、全部いい。バルキリーは私も大事にしてるもん。マックスさん、なんかバルキリーみたいな髪型してるじゃないですか。はい、まあ、もっと言えば太鼓坊秀吉みたいな感じ。じゃあ次行きましょうか。次行きます。ペンネーム渚シュートさんです。はい、じゃん、フェンサー。フェンサー、え、フェンサー、なんか立体的。ここまた角がなんかすごい立体的だ ね。一番一緒に戦ったのはゼウスを倒すまでの苦楽を共にしたフェンサーさんです。フェンサーで倒したんだ、すごいな。フェンサーで倒した。フェンサーイシスだって、すごいな。男には引けない時があるんだって。変なテンションになってコンティニューを続けたら気づいたら魔法石、言えない数。あ、言えない数、魔法石言えない数。言えない数だった、本当に。まあ、めちゃわかります。これは言えない、うん、なるほど、うん、はい、29日のアテナ攻略楽しみにしています。頑張ってください。頑張ります。次いきます。ペンネーム、はい、超絶式コンボ、超絶2コンボ、2コンボさんです、うん、じゃん、魔王ヴァンパイアロード。これ良くないですか。ちょっとだいぶなんかドクタースランプっぽいな、かわいい、ね、すごいな、デフォルメされてる、うん、ヴァンパイアロードがこの短パンがね、短パンでなんかこう微妙にこう蝶ネクタイ的な、なんかこうすごい、子供の頃マントを絞ってるサロペットの服着ますね。かわいいじゃないですか。かわいいじゃないですか。このリボンのちょいつけ感もいいですね。うん、いいですね。ちょいつけ感。うん、
はい、一緒に戦いましたと。闇属性のリーダー争いに負けがちかもしれませんが、全キャラクターの中で彼の究極進化をかなり期待しています。いやいいよ、そうです。だこれ山本さん忘れてんじゃないの。山本さんにヴァンパイアロードのことも忘れないでくださいって言わないと、うん、でもあいつも悪魔タイプついてるからね、十分なんだけどね。確かに、うん、まあそうだよ、だってスキルも相当強いもん。強いよ、強い強い、本当にハートをね、はい、闇に変化。そうですそうです。次やるとしたら闇が僕いいと思うけどね。まあいいや、はい、次いきます。ペンネームリンゼイさんです。はい、じゃん、ペルセポーネ。おお、旦那さんが一番よく使ったというペルセポネを書いてみました。ね、かわいい。マックスさん、19日梅田での握手会ありがとうございました。だってそうなんですよ、いたんです。リンゼさん来てくれたんですよ。でリンゼさん自身はこうやってイラストこうやって描いてくれてますけど、パズドラやってないらしくて。やってないの。そうなんだ。じゃその絵を見て一緒にいつも見てるんだって。僕さ、いつもリンゼさんさ、娘がどうたらとか旦那さんがどうたらって呼んでてさ、何時に来てたの。お昼お昼お昼の時間帯にあの旦那さんと一緒に来てたよ。そうなんだ、僕挨拶した。ありがたいですね。まあいいよ、うん、マックスさんはイメージ通りの面白くて気さくな方でとても楽しかったです。次は真央ちゃんに会いに行きます。あー嬉しいです。かかってこい。はい、次いきます。ペンネームはなかったです。はい、じゃん、ハーデスの擬人化。そんな可愛くないね、ハーデスは。めっちゃ可愛い。新しいキャラ。私のグラビティ使ってみるといったセリフが聞こえたら嬉しいです。おお、確かにギガじゃないんだ、グラビティなんだよね。あーなるほどね。進化前は進化前ハーデス、はい、上にハーデスって書いてある。かわいいなぁ。はい、次いきます。はい、ペンネームのノエノエルン。はい、じゃん、イシス。おお、美女。イシスは本当になんかね、エジプトっぽいね。エジプトなんだぜ。あ、スーパービジョン、このイシスすごい。すごい。パズドラを始めたばかりの頃にレアガチャで彼女を引き当てて以来ずっとお世話になってます。それは使うよ、これ使う使う使う。ドロップ3色消して攻撃力3倍はパズルゲーム初心者の私でもとても扱いやすくて魅力的でした。そんでもって可愛い。これからもイシスに頑張ってもらいます。いや素晴らしい。こんな美貌があったらもう国が何個も滅ぶで。あ、なんかクレオパトラ的な。クレオパトラ的だ。大変やん。はい、次いきます。ペンネームラインさんです。ホケ忘れてた。はい、じゃん、バスペト。おお、バスペト元気いっぱい。あ、かわいいね、これ。かわいいね。てかバスペトってのはなんかこういろんな人のイラスト見るたんびになんかどん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 可愛くなるよね。うそう、元気さがすごい。多いですね、バステトを描く人 ね。毎回パズドラニコ生攻略を拝見させていただいています。私が初めて一番一緒に戦ったモンスターは愛病神バステトです。一番好みのモンスターでもあり、真っ先にスキルレベルマックスオアプラス297にしました。すごい愛してる。いやバステト297にできるってやばい。297スキルマックスにする人多いよね。いいね。そうなんだ。はい、スキルレベルをバステトで上げるってすごいことだと思う。どのダンジョンだっけバステト上げるとこって。バステトあれですよ、ガンホーコラボとかの、アークエンジェリングみたいなやつ。そうそうそう、紫色の方じゃなかったっけ。悪いやつか、うん、水色の方がイシスのクイックヒールでしょ、ね、で確か紫がスプレッドキャットだっけ。そっちかだよね。はい、じゃあ最後いきましょうか。最後いきます、はい、この方のペンネームありませんでした。はい、じゃん、フラワンひだまりさん。おー、マックスの大好きなもうねカピバラコラボ、もう一回やってほしいカピバラ。村井ちゃんよく見てください、ドット絵になってる。ドットだ。下にもたくさんいる。これ村井さんがよく使うじゃないですか。熱いさん、熱いさん、メラリ熱いさん、メラリ熱いさん、かわいい。なんか一番後ろにあの光の魔剣士がいる。めちゃくちゃ何気に光の魔剣士もホノリンもいる。ホノリンもここかな。いやー、ひだまりさんとか超いいよね。マックス狙いってコメント来ててやばい。面白い。もう一回やってほしいコラボだよな、カピバラさんは。はい、ドイツもこいつもね、強い。本当に。以上です。今日のイラストコーナーは以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに、次週は？次週も決まったわ。え、アテナ氷でないんでしょ、次週。あ、ないの？あ、そっか、次週ないのか、ここ。次週は…次週じゃあ、サイコザさん出れないんだよ、そしたら。じゃあ次週は普通の放送がないやつだ。そう、次週はグルーブコースターコラボとアテナ降臨で…なんか盛りだくさんすぎて…じゃあ枠ないんですよ、やる。再来週。再来週かな。再来週の…来週ここ分かんない、はい、
はい、こうやってカメラ映ったらすごいハーデスっぽくないですか。まあハーデスっぽい、あ巨人だよ、どっちかっていうと顔の角度がっていうと巨人だよすごく怖いんですよ、怖い、もう、はい、以上で、あ、ごめんなさい、来週もしやるんだったらやるでもいいですよ、後で考えておいてもらえれば、うん、調整して、はい、ちょっとじゃあ、はい、お願いします。はい、はい、じゃあそんなわけでカメラさんこちらに戻してください。投稿コーナーが終わりまして、はい、グッズ紹介のコーナーに参りたいと思います。そうですね、グッズ紹介のコーナーです。はい、私、太閤流秀吉ルックスでなりきった、はい、参りたいと思います。ですね、今日のグッズ紹介コーナー3つございまして、はい、まず1個目、1つ目、画面つなぎます、お願いします。来ました、はい、来ました。先々週かな、開催させていただいた、アップバンク株式会社主催のパズドラ総選挙、はい、あなたが大好きな人気モンスターを投票してくださいと、 iPhone5、4、4S 用のケースとなってベスト10が発売されますという、総選挙の結果が出ましたので発表させていただきます。もうですね、1位はっつってもう出ちゃってるんですけれども、はい、本当にですね、熱い、投票、非常に多くの投票をいただきまして、はい、結果発表、1位は、バラ戦記、はい、グレース・バルキリーが1位でございました。おめでとうございます。ございます。いや、非常に強かったですね、うん、グレース・バルキリーが1位ということで、はい、これだけでバルキリーが終わりではなくて、そう、さっきもね、ちょうどバルキリーが進化する過程で、ワルキューレから、はい、進化、4つ今進化があるわけじゃないですか、はい、ドイツもこいつもですね、食い込んでます。すごいんです、このバルキリー人気は。そう、10位内にバルキリー2人入ってしまうんじゃないかと思ってハラハラしてたんですけどね。もうそれぐらいです、はい、1位がグレース・バルキリー、はい、なんとですね、このグレース・バルキリーのケースが、44S 用と5用で、今予約受付中でございます、はい、もうバカ売れしております。で、2位と3位に行きましょう、2位と3位がですね、今回つい先日のアップデートで、追加された指針からランクイン、ハクです。進化後のハクがなんと2位に入りました。おめでとうございます。このね、ハクのね、可愛さたるや、うん、やばい、すごい。おお、今入ってきた情報によると、実際のケースの予約数の方は、うん、グレース・バルキリーよりもハクの方が上ということです。おお、すごいですね。実質1位、実質1位、実質、もう実売1位、実売、今のところ力持ってるよ、今のところ実売、ハクはもう力持ってるよ、すごいですね、強いよ。で、3位がですね、実はここで唯一の、女性モンスター以外の入賞です。おお、唯一でした、エンジュンシン、ホルスが3位。素晴らしい、ホルス。いや、もうね、ホルスといえばね、うん、おそらく今、パズドラの中で最も力を持っているモンスターといってもまだ過言ではないんじゃないでしょうかね、うん、ホルスが一時代を築いたわけでございますけれども、そんなホルスが第3位でした、女性モンスター以外で唯一の入賞、ただね、堂々の3位ということで非常にこう高い順位です。本当ですね、すごい。で、第4位、5位、6位いきましょう、第4位、こちらもですね、はい、あっという間です。指針がまた入りました、キリンです。かわいい、昨夜の進化後、これは何て読むんでしたっけ、読み方がまた分からなくちゃなっちゃったんですけど、玉光のキリン昨夜ですか、この昨夜が、なんとですね、4位に入りました。この指針からね、早くも2人目がランクインということで、どれだけ指針の勢いがあるんだと。そうですね、まだね、みんなに触れる機会なんてそんな多くないのに、はい、持ってる人もそんなに多くないんじゃないですか。そんな多くないと思います、うん、それでもね、ここの4位に入ってきた、やっぱりね、まあ、上を見ればね、ハクが2位、4位が昨夜、はい、そう、指針が2体よということで、すごいですよ、すごいです、うん、で、5位が、さっきもね、イラストで毎週毎週大人気でございます、バステト、にゃんにゃんってね、みんなバステトにゃって言ってますけども ね、あのバステトが、第5位に入りました、バステトもですね、本当に根強い人気でして、バステトが好きな人ってのはもう本当にもうバステトしか好きじゃないぐらいのねバステト愛を、もう突っ込んでくれますよね、うん、レベル最大当たり前、スキルマも当たり前、プラス297までと、このバステトの愛された方たるや異様でございます。で、第6位が、イズイズこと、はいはい、イズン&イズーナですね。これは確か究極進化後かな、究極進化後のイズイズが第6位に入っております。あのウォーターエンハンスも含めてね、非常にこう使い勝手のいい、モンスターでございますが、西洋神のこれは2個目の追加の1人ですよね。
はい、イズイズ、どいつもこいつもね、可愛いわけですよ。進化前からずっと可愛いんですけれども、あ、今コメントで、あ、なんか、いや、なんでもないですと。はい、そんなわけでイズイズが第6位とで、見えちゃってますが、第7位カリン。カリン、ここでですよ、指針がまた入っちゃうわけです。すごい人気カリン。あとはあれですよ、メイラン、レイラン、さっきのね、ママちゃんがあのサブで使ってた、はいはい、サブのフレンドで使ってたレイランと、あとはゲンブ、メイランでしたっけ、メイメイ、メイメイか。その2体以外がですね、なんと指針がもう全部ランクインと、すごい状況ですね。もうカリンのね、人気っぷりもやばいです。かわいい。で、8位、9位、10位いきましょう。おー、さあ、すべて女性モンスターです。ほんと、8位がですね、アスタロト。私はですね、事前の雰囲気だと実はアスタロトもっと上に来るんじゃないかなって思ってたんですよ、うん、アスタロトの人気も本当にすごくて。ただですね、このその他モンスターの非常にこう強力な投票、アスタロト8位と、まあ、8位でもね、相当な快挙ではあるんですけれども、強いです、うん、アスタロト可愛い。あ、結構コメントでも意外と下でびっくりしたってコメント来てますね、うん、もっとアスタロト上だったろうって。で、9位がイシス、ね、イシスだけだけっていう言い方はあれかもしれないですけれども、あのグッド大人というか、うん、なんか私の中ではイシスは本当にあの、はいはい、お姉さんキャラなんですけれども、うん、あの9位にそのイシスが入りました、はい、イラストコーナーでも本当にあの大人気のキャラクターですね。そうですね、イシスのイラストは結構お姉さん、ね、お姉さんとしてイシスがすごい描かれますよね、はい、で毎回投稿されるイラストはね、おっぱいがでっかいって、ちょっとすごいことになってますイシスの人気たるやん、はいはい、バーンと感じですよ。で、10位がパルバティ、うん、これはね、もう実力込みの、納得の順位でしょう、非常にこう強力です、スキルもね、なんだっけ、防御耐性キックかな、あの水のドロップをハードドロップに変えちゃう。で、それでいてレベル99にするとですね、非常にこうステータスが高い、バランスいいんですね。本当にバランスがいい、うん、このモンスターがいるかいないかで結構ですね、あのパーティー編成変わります。あの木の属性のモンスターの中でも本当1位、2位、3位ぐらいを争う人気モンスターです。強力なモンスターです。そんなわけでですね、発表してきました。1位からおさらいいきましょうか。1位グレイス・バルキリー、2位ハク、3位ホルス、4位サクヤ、5位バステト、6位イズイズ、7位カリン、8位アスタロト、そして9位ガイシスで、10位がパールバティという結果になりましたと。で、この10体のモンスターがなんと iPhone5 と iPhone4、4S 用で、ケースになりますということで、ただいま予約を受け付けております。皆様どうぞ注目のというかね、自分の好きな、モンスターのケースをお買い求めください。はい、非常に大人気で、あの大変多くの予約をいただいております。本当ですね、あのツイッターでも結構コメントが、自分の投票したモンスターが上位に入ったって言って喜びの声がね、嬉しいですよね、それはね、来ましたよ、嬉しいです。ちなみに参考までに、あのページの方では、11位から30位までも、発表されております。チラ見してみましょうか。11位から30位までも名前だけになりますけれどもね、なんと11位で男キャラがルシファー。惜しかったですね。ベスト10に男性キャラがね、一体もちょっと残念ながら入らなかった。12位がセイレーン、13位がこれですよ、プリンセスバルキリー。ねえ、バルキリーの、ね、人気さ、強さ、うん、で14位カオスビーナス、イービルセレスで、16位がヴァンパイアロード。ここでやってる男性が、はい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 、おレイランが17位に入ってる。もう指針はほぼほぼ入ってると思っていいんだね、この人気上位に、って感じでございます。はい、うん、そんなわけでね、発表、まず1個目は、パズドラ総選挙の結果発表でございました。皆さん、5、4、4S 用のケースが今発売され予約中でございますので、はい、ぜひともお買い求めくださいと。はい、投票してくださった皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。で、次にあと2点ほどグッズを紹介できればと思うのですが、こちらはですね、本日情報解禁でございます。発売が近日、確か26の発売でしたっけ、フィルム、AD村さん確か26ですよね。今日、情報公開となるわけなんですけれども、なんとですね、パズドラのフィルムが、本日発表されました。3種類ございます。見てみましょう。持ちますか。じゃあ、まおちゃん1個持ってください。はい、こちらでございます。アップいけますか。デザインとかもっと寄れるかな。予約したよ。お、予約していただきましたか、ありがとうございます。はい、今回ですね、3種類のデザインでパズドラフィルムが発売されております。発売開始になりました。ただいま予約を受付中でございます。
バルキリーがデザインされたフィルム、ガチャドラがデザインされたフィルム、あとエンシェントドラゴンナイトがデザインされたフィルムですね。で、Android ないのかっていう声よくいただくんですけれども、今回 iPhone 4、4S5、そして、Android が1種類ございます。エクスペリア S。 やばい、我々ちょっと Android のことを知らなすぎる。エクスペリア S でいいのかな。はい、そんなわけで、iPhone だけではなくエクスペリアのフィルムも、1点ございます。そんなわけで皆さん、はい、こちらのフィルムもですね、ぜひとも、ご購入ください。私もですね、実は1週間ほどかなりガリガリヘビーに使わせてもらったんですけれども、非常にですね、滑りが良くて、パズドラが遊びやすいというか、とってもいいフィルムだと思いましたよ。触り心地がとてもいいです。お、非常にいいフィルムです。いいですね、はい、これ面白いですよ。パッケージに、パッケージの裏、はい、スキル、これ読めますかね。こうかな、ちょっと斜め下に、ちょっと字が難しいかな。スキル、スムースタッチ、サラサラになるって書いてあるんですよ。サラサラタイプって書いてある。そうそうそう、面白いね。芸が細かい、指紋がつきにくい、滑り度マックス。おー、滑り度マックス。この凝ってるパッケージ面白いですよね。はい、アンチグレアですかね。サラサラタイプで反射防止だと、で滑り度もマックスだと、素晴らしいですね、はい、っていうフィルムでございます。と面白い。あと最後、1点、紹介はこちらですね。今日はチラ見せのみという話になってるんですけれども、アップバンクでは記事が公開されちゃってるのかな、こちらチラッと、これはチラッとだけです。パズドラ専用のスーペンが今、予約受付中でございます。ドロップが5色中に入ってます。でこうやって持つ、こうやってねパズルができるというものです。これはですね、あんまり出せません、今度正式に、ちゃんと時間を取って紹介できるタイミングで出したいと思います。非常にいいものなので、ぜひとも皆さん興味があればどうぞお手に取ってください。大丈夫か、今舞台裏で、舞台裏でノートパソコンが一応吹っ飛んだ。大丈夫そうですね。はい、そんなわけで、はい、以上本日のグッズ紹介コーナーでした。はい、私のコーナーに参ります。早速マックスの攻略コーナーですね。はい、私がねこのカツラをかぶっているのも、はい、カツラをかぶっているのもそれもこれもですね、光の戦国竜と戦うため。おお、何で行こうかな。いつもですねホルスだと皆さんにまたホルスかって言われちゃうんで、うん、何かホルス以外で行こうと思います。今日は別の手で、はい、じゃあ画面つなげます、はい、さあ来い。どうだ、あれ繋いでない、どうでしょう。 Apple TV AirPlay、 はい、あ、イシス、ね、はい、イシスで行こうかなと思います。というのは光の戦国竜、比較的攻略化しやすいというか、おー、これまでの戦国流シリーズですか、はい、何回目かな、2回目とかの戦国流シリーズが一番きつくてボッコボッコやられた記憶があるんですけれども、光の戦国流は比較的難易度が低めになってるのかなと感じました、やった感じとしては、はい、でホルスじゃなくても、イシスでも、まあ、十分攻略ができるというか、この 3×3 イシスのリーダースキル先ほどね、はい、ありましたけれども、3属性以上で同時に攻撃をするとき攻撃力が、3倍になるというわけで、3倍と3倍の9倍、はい、フレンドがねイシスですからってなるわけなんですけれども、これでも地獄級に挑めるというわけでございます。でサブのメンバーは私が持っている強いメンバーをザクザク入れました。なるほど、これ HP 的な問題ですか。HP はですねそこまで高くなくても攻略はできるかなと思うんですけれども、はい、なんとなくですね、なんとなく気持ち、はい、あとはここのマスリンが地味に私最近気に入ってて、はいはいはい、マスリンを入れました、はい、そんなわけで参ります。光の戦国竜前後属性必須、太閤竜、秀吉でございますね。地獄級です。行ってみましょう。参りましょう。いきなりニャドラ、いきなりニャドラです。いきなりニャドラですよ。
さあ、ゲン！ニャドラはね、攻撃力非常に高いシーンも多いですから、はいはいはい、本当慎重にいかないと怖いですよね、うん、やられる場合がありますから。そうですよね。猫パンチ。あー、猫パンチ1万8000ですよ。強っ。あとニャドラはね、はい、防御力が非常に高いです。もう1111っていう攻撃をね繰り返していくわけです。なるほど、繰り返していくしかないんですけど、うん、まあ頑張って頑張って頑張って、あ、なんかすごい中途半端なバトルだ。迷いだろう。おー、落ちた、ラッキー。ニャドラはですね、非常に経験値が高いんですね。さあ、この子たちがやってまいりましたよ。中忍さんですね。3色がない。ボントダン、ん、3色、あ、ありますね、ごめんなさい、ありますね、うん、はい。あれ、なんかパズルがちょっと乗ってこないな。マジでしょ、これで倒せるはず。ゲイ。おお。さあ、この分どうだ。いいですね、回復ドロップも十分ありますし。おお、こいつ強えな、なかなかのね、防御力。さあ、マセリンのスキルが溜まりましたよ。早い。私、マセリンがあれです、スキルマーですから。なるほど。今、ドロップリフレッシュ、盤面をね、はいはい、1回全部さって変えちゃうスキルですけれども、あれです、6ターンでいけます。じゃあ、いきますよ。闇の全体攻撃を挟みましょう。さあ、いいですね。おー、すごい、これは気持ちいい。まさか、またニャドラが落ちるプラン。あ、全然まだ溜めなかったな。さあ、どうでしょう。ニャドラが落ちてくれると非常に嬉しいですね。はい。あー、残念、落ちません。いや、マックスの声が軽やかだな。この真ん中の子がですね、はいはい、小玉ですかね。彼はですね、スキルがちょっとスキル名忘れてしまったんですけれども、あれです、サスケかなのスキルレベルアップ対象です。じゃあ参りましょう。スイ。さあ、全体攻撃をね2つ挟みながら、いいね、調子。おお、どんだけ、すごい来た、すごい来た、これだけいけば一撃です。うわー、強い。なんとですね、ここゴブリンの進化後の彼、はい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 、正式な名前、武者ゴブリン、侍武者ゴブリンとか、そんな感じ。ゴブリン、正式な名前を教えてください。アラムシャレッドゴブリン、アラムシャレッドゴブリン、はい、もうね、画面が今切り替わっちゃって映ってないですけど、はい、なんとこのダンジョン、光の戦国竜の地獄級は、このアラムシャレッドゴブリンが落ちる、はい、これはですね、いいですよ、回りがいがあるダンジョンですよ。すごい、攻略アプリでチェックしてくださいね、皆さん。スキルレベル上げがね、はかどる。攻撃耐性、火ね。そうです、うん、こういう。ドラリンと天狗で使える。使える、使える。攻撃タイプでね。うわ、なんかでも、ドロップを変化させられても、3色揃えればいいんで、心に余裕がありますね。そうですね。イシスの安定。ここに余裕があります、うん、ただこの子たち結構強いですからね、この光の中忍が。さあ、参りました、彼の名前はなんだっけ、私持ってるんだけど、 うっかり出てこない。ここもですね、確かそこまで苦労せずに攻略できたはず。さあ、おー、10ターンか。あー、すごい。できれば倒さずに、この10ターンの縛りをなくしたいです。いやー、困るなー、それは困るなー。あー、3倍いっちゃった、あー、9倍いっちゃった。おお、
攻撃力上がったよね。これって攻撃ってどれぐらい来たっけ。チェックチェック。多分まだ大丈夫、まだ多分大丈夫。怖いな。それでもちょっとドキドキするな。あ、そんなに強くなかったはずだよね。連続ダメージ？はい。さあ、耐えろ。どうだ？俺のパーティーで、うわあ！いや。え、こんなにやるのこれ？6万。何があったの？ないわ。5倍ダメージって書いてある。5倍ダメージ。戦略ミスったわ。5倍ダメージ。戦略ミスったわ。髪が乱れた、この金髪が。太公望秀吉が乱れた。ちょっと気を取り直します。5倍だよねって言われてます。いやー、5倍ダメージ強いな。通常の場合の5倍が4万5000で、スキル使われた場合はもう7万。いやー、風魔小太郎半端ねえ。すごい、びっくりした、風魔小太郎のこのパワーに。倒しに行きます。何事もなかったかのように。これ油断できないですね。いやー、たまにね、こういうの混ざってますからね、パズドラっていうのはね。さあ、倒しました、風魔小太郎。で、やってまいりました、太閤龍秀吉。ギガグラがあと2ターンで、覚醒ゼウスもあと2ターンか。よし、普通に行くね。はい。さあ、あ、いっぱい消えてて、いけ。いいですね。おお、すごい繋がった。うん、ほら、見ていただいてもまおちゃん感じない？ HP 低めなんですよ。はいはい、本当ですね、結構削れましたね。これだけ削れちゃう、うん、9倍でだもんね。9倍で、うん、ちょっと怖いからスサノオ使ってこうか。何がスサノオ使う。そんなに、そんなに俺の必殺技、鉄壁の構え。今私はドワンゴさんの裏を書いてやった。なぜ、なぜ、どういうこと、どういうこと。エコかけな、なるほどね、エコかけなくしてやった。さっとね、さっと必殺技をね。さあ、いけい。半減で6000いくら。なるほど、怖いな。さあ、ここからです、参りますよ。はい、たまりました。俺の必殺技、ラストコンボ。すごい、42万。きた、さらにいくぞ。俺の必殺技2ギガグラム。さあ、削りましたよ。結構削れた、半端ないです。じゃあ、ここからこの太公望秀吉にとどめを刺しに行きましょうか。うん、さあ、コンボがね、続きますよ。うわ、なんか最後の最後、気持ち硬く感じるな。いきます。はい、いいっすね、いいっすね、うん、さあ、天下統一。あー、大丈夫です。大丈夫なんですか、これ。焦らないや、本当に大丈夫なんですか。でも私はちょっと勘違いしてて、はい、これが来てからスサノオとか使う。あ、そうでもないのか、どっちしろ全員やられちゃうのか。全員バインドね、全員。でもちょうどあと2ターンで1回分しかスサノオが効かない。悲しいけど、これしょうがないよね。ハートドロップをね、できるだけ溜め込みましょうか。消しちゃった。あ、おお、ちなみにクイックヒル使っておきます。クイックヒル。ちなみに、もう一体のね、イシスがまだ回復してないですから、まだね、そこまでこう大きなダメージを与えることができないんですよね。はいはいはい、2色ですね。いやー、怖え。あ、マオキリさん、はい、見せてあげましょう。はい、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 私の必殺技ではないですけど、マスリン、マスターリングの必殺技、ドロップリフレッシュ、はいはいはい、
あとこれバインド 2個余ってるでしょ。余ってる、1で余ってるでしょ。余ってるこれドロップリフレッシュでもし1コンボでも落ちコンがあればこれ溶けます。いきますよ、俺の必殺技ドロップリフレッシュ。どうだ、コンボ来い。あれなんか仕様が変わってる気がするあれこれって溶けなかったっけ仕様変更罠先日修正されましたっけ。それ修正きた修正あったじゃんマックさんがすごいコメント来てる。完全にヤマピーの罠にヤマピーの罠にハマっちゃった仕様変更仕様変更ですね冷静に皆さん仕様変更でございます。くそー、みんな冷静だな。はいよし、じゃあ頑張ろう。しょうがない。そうか、気づいてなかった。おお、お邪魔きましたね。このドロップ狩りとかってさ、すごいよね。ダメージ与えてさらにドロップ買ってくるからね。はい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 、どんだけ嫌がらせするんだ大丈夫かな、いくぞ。このドロップも無視しちゃうかな。なんかすごい私今嫌な空気あるよね、なんかあれ回復は来い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 、バタ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 。おなんかちょっといつもの、もうあとちょっと、あとちょっとだから、いつものちょっと私安定運用入ってるんじゃない、なんかこれあとちょっとだから行くぞ、次の攻撃にかける。はい、行けー、よし、どうだ、はい、この左足、これでいっただろう、よいしょ、よわっ、おー、ブラス、ブラス、ラッキー。ありがとうございます。太閤流ね、そうそうそう、太閤流、太閤流、太閤流ね、太閤棒、太閤棒ではない、太閤流ですね。いやちなみに皆さん、この太閤棒のね、太閤流のね、太閤流、太閤ひどい話、ひどい話、太閤流、名前を読み間違えるなんて。太閤流秀吉、これの豆知識でしょ、豆知識。うん、なんかですね、私ウィキペディアでね調べてきたんですよ。あ、調べたんだ、調べたんだ。この太閤、太閤っていうのが、うん、摂政または関白の職を、うん、師弟子に譲った人物を指す。で、この摂政とか関白っていうのがね、天皇からお前は国を治めなさいみたいな感じで与えられる役割っていうことなんですけど、うん、はいはいはい、それを、弟子に任せて、俺はもう治め切ったと、引退、役割は終えたっつって。なるほど、半分引退だよっつって、ただ面倒は半分ぐらい見るよみたいな、なんかチラチラ見ていくよみたいな、そんな感じの太閤ってことらしいですね。へー、そうなんだ。なのでこの人ですね、あの会社で言えばもう社長を引退して会長職になるみたいな。会長だ、相当偉いですよ、この太閤秀吉は。亭主関白辞めたら太閤になれるのかって。亭主関白を辞めたら太閤になれるのか亭主関白って誰が亭主関白なんですか。亭主が関白を辞めたら太閤になれるのか。それはなれないでしょ。同じ関白でも別の関白だよね、それ。どういうこと。私ちょっと全然場面がつかめてません。ちなみにマックスさんは、はい、今あれは社長なんですね。私は今社長なので、俗に言う、今摂政が関白ポジション。なるほどなるほど。ただ私が3年後ぐらいになんかもうアップバンクの社長としてやることやったわもうなんかそしたら後輩に譲るわ、譲るっつって、なんかマックスも譲るわみたいなことになったら太閤、太閤になる。 まだ太閤にはなってない、まだ太閤になってない。なるほど、そんなわけですねはい、じゃあそんなわけで、光の戦国流終わりました、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。多少不甲斐ないところもお見せしましたが、イシスイシスでいけるんだね。イシスイシスでいけると、はい、イシスイシスでいけます、いけるはず、信じてほしいはい、じゃあそんなわけで画面を戻しましょうか。もう一試合、もう一試合やります、せっかくなんで。はい、ですね、本日0時テクニカルダンジョンに新しいダンジョンが追加されました、はい、門炎の塔っていう昨日まで
出てたダンジョンの最後のね一番上ですね、はい、をクリアしたら新しくニューダンジョンっていうことで現れます、はい、魔石流の大洞窟と。でここで出てくるボスモンスターなんとドロップします。おお、ドロップします、はい、かつですね、ここのドラゴンは、魔石流シリーズというふうに確か山本プロデューサー呼んでましたけれども、うん、先日の天狗大天狗降臨があったじゃないですか、はい、あの天狗と同じスキルを持ってまして、スキル名はちょっと違うんですけれども、役割としては天狗と同じスキルを持ってまして、ですね、リーダーチェンジです。なるほど。リーダーチェンジをするモンスターがこのダンジョンの、ボスモンスターとして登場します。でドロップありのモンスターです。そんなわけで、リーダースキル、リーダーチェンジのモンスター、ね、天狗がダメだったっていう人はここに挑めば、まあ、テクニカルダンジョンがねここまで来るっていうのも非常にこう、はい、なかなか大変なんですけれども、やれればですねなんかいけますよみたいな。結構遠い道のりだな私は、はい、遠いです。かつですねここ意外と難しい、はい、あ難しいんだ。でもっと具体的に言うとバトル3で入った瞬間に4色なかったら事故って死にます。マジっすか。ホルスで行ってもわで事故って死ぬ可能性もあるんですけれども、はい、事故って死なない可能性もあるということで参りたいと思います。魔石流の大洞窟、はい、さあ多少スキルを貯めてもいいですね。マスリンを私持ってきてますから。ただここはどのモンスターも非常に攻撃力が高い。あれ死んだし、あら死んだし、おいっぱい消えた。あやばいやばいやつ、4色ないバトル3、やばいやつやばいやつ、ダメじゃねえかよ。早くもこれまずい。あと1ターン、あと1ターン、ギリセーフパターン、一旦頑張りましょう。くそ、あなんてこった、作詞だぜヤマピこの出現ヤマピーって。あおっしゃ来た、なの落ち込んだね、来た来た、いけ、おお、なんかすごい心にゆたりが来た。かなり見えた、すごいかなり見えた、うん、4色もあるね、素晴らしい。火で全体攻撃挟みたいな。どうしようかな。ちょっと強引だけどやっちゃいます。ああ。いきます。よいしょ。再開。まずは緑カーバンキル。はい。おお、キュア。あ、半分ぐらいね。なるほど。よしよしよし。いいよいいよ。カーバンキル可愛いよ。大丈夫だよ。可愛いよって。どういうことなんですか。可愛いよ。さあ、弱点属性の緑で苦しめ。はい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 、はい、この魔法石流の大洞窟はですね、はい、このバトル3を乗り越えられれば、はい、かなり、もう大丈夫？大丈夫じゃないかと言える水準になります。なるほど。あ、4色忘れてた。おお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 回復入れて4色難しそう。回復入れて4色に頑張ると、うん、
危ないですよ。これ危ない。危ない危ない危ない。電気通すから。今日センスがないかな。センスをね、ちょっと持ってくるのを忘れてしまって、大失態なんですけど。うん、なんか4色いく気がするんだけどな。4色プラス回復いく気がするんだけどな。まさか今日こんな場面で調光するとは思わない。参ります。はい、来そうな気がする。先生来なかった。来なかったよ。回復挟みたいですね、絶対的に。見えるだろう。行きます。はい、本当にね、このね、強いんですよ、ここ激しく苦しんでる。強いぜ。今、斜め入れたかったっすね。斜め入れたかったんですよ。でもな、これ回復来ないと確か次、先生あるんですよ、はい、先生。あ、じゃあきっちり回復しておかないと。やばい、このクリアしてもダメなんですね。確か7000ぐらい食らうんですよ。やばい、これ積んだ系。積んだ系じゃない、もしかして積んだかな。回復を多めで行ってみます。はい、あ、おい、間違えた、間違えた。ちょっとマックス何やマックスマックスさん、ちょっとどうしたんすか。ナメプじゃないんですよ。ナメプじゃなくて、これ難しいだろ。デジャブデジャブなんか見た、なんか見たやつ。髪の毛が合わないんじゃない、風速がさ。あー、なんかね、今日街歩いててすごくあの空気抵抗がね違ったんですよ。あー、よりバレるでしょ。しれっと再開いたしました。えい、空気抵抗がねちょっと違った。いやでもパズドラってすごいな。奥の深いゲームだよ。いや、ほんとほんと。いくぞ。すごいな。全然ナメプじゃないんだよ、私が今やってるプレイは。いや、ほら、マックスのようなパーティーでもこういうことが起きうるっていうことですよ。いや、これね、なかなか強力なダンジョンなんですよ。うん、で、こいつがやばい。先生、バーン。おー、おっきいおっきいおっきい。すごい。すごくない？うん。7000とかくるんですよ、バーンって。しかもこれ。はい、あのさっきのね、風魔小太郎みたいなことはないです。私はこれなんとかとどめささないと、はい、こいつがっつり来るんですよ。なるほど。4色あるんですけど、めっちゃ遠い遠い遠い。これはすごい。マオキリさん、はい、ドロップリフレッシュ使いましょうかね。舌がちょっと回ってなかったんですけど、リフレッシュします。ドロップリフレッシュしちゃっていい。しちゃいます。じゃあドロップリフレッシュ使います。でもこれあと3じゃないんですか。あと3だけど、うん、2ターンで攻めきれるかな。回復しとこうかな。じゃあ、であと3で。そうそう、回復したらいいんじゃないですか。まず回復するか。そう、意味ないの。2万5000ぐらい食らうんですよ、この子。あ、そうなんだ。スサノさん、あと5ターンです。スキルまで、スキルで余るまで、はいはいはい。困るな。どうしようかな。マスタリング使います。ドロップリフレッシュ。あ、そっか、ターンでもターン関係ない、うん。あとは盤面がね、4色で、かなり組みやすい状況であれば、あの全然また心が変わってきますから。なるほど。ドロップリフレッシュ使います。俺の必殺技、ドロップリフレッシュ。どうだ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいよ。うん、
参る、はい、いざ参る、あー間に合わなかった、光が寝てたかった、あれ光行ってないし、マックさん、マックさん今日ちょっと調子悪い系私違う、マックさん、アテナとかの前はだいたい調子悪くなんだ、なんかマックさんちょっと調子悪い系だな、今日私普通にやってた時全然やれてたんだけど、いけてたもん、ね、うん、いけてたんだけど、ね、濃厚やれてたんだけどな、マイル、はい、再開、おお、しゃー、うわー回復ドロップばっかり、次大丈夫か、んでーし、回復ドロップ多いな、光と緑と青で3色でしょ、うん、で赤4色マイル、はい、スサノオさんが溜まってない、えいドロップ強化ヒダ、いいね、私はこの音を聞くとね心がちょっと安らぐなるほど、まいります、嫌な感じ、いやいや、これは冷静に、冷静にいけばいけるんだけど、いけばいけます、さっきのドロップでちょうど半分ぐらいだから、はい、あと半分削んないといけないんですよ、あーはいはい、なるほど、だから結構ねコンボ数重ねたい気持ちがあるんですよ、うん、死んでも死にきれないしね、ハートが勝手に揃っちゃいそうですけどね、この量あると、うん、いくぞ、はい、素晴らしい、やりを揃えた、いけ、なんとかいけ、貫け、どうだ、貫け、おーしゃきた、いやここでマックスパズル力見せましたね、いややっとね、すごい、やっと闇も行きましたよ、なんとか返上みたいな感じですね、うん、お面返上って感じですね、挽回しちゃダメよ、倒しに行きます、いや倒しに行くというか行きます、行くぞ、おお、あ光ずらしちゃった、光ずらしちゃった、うん、なんか今日私ナメポ、いやいや全然ナメポのつもりないんだけどな、なんか調子悪いな、マイル、あー間に合わなかった、あ間に合った、オッケー、落ち込んできた、あれ来てない、マックス、マックスどうしたんですか今日ギガグラビティを打つために余力を残しておいたのさ、今日何度目のギガグラビティかわからないからな、行くぞ俺の必殺技ギガグラビティ、来たで、まだ耐えれるだろう、次スサノ行くか、スサノ使います、鉄壁の構え、マイル、あれ、うん、マイルぞ、はい、さあいいでしょう、うん、うん、うわー色変わった出た、そうやね、このパターンやね、これホルス効かなくなっちゃったじゃないですか、はははこれどうするんですか、どうもこうもない、耐え切る、そうだ回復ドロップをたくさん、鉄壁使ってます、回復ドロップがたくさん来ることを祈りながら耐え切るしかないんだ、回復ドロップに、ヘイツ、ごひいきに、ごひいきに、よし
ほら何も考えてないとこうやって4色バンバン決まるでしょ。何も考えてない。よっしゃい、あと1ターン、あと1ターンで回復する。ハートドロップ使っちゃおう。スイッザッ。さあ、どうでしょう。ラストオブゴッドが溜まったぞ。いいぞ、俺の必殺技ラストオブゴッド。下で25万、あと60万ぐらいなのかな、わかんないけど、ここで決めに行く、はい、行くぞ、はい、まあ4色はいったでしょう、惜しかったけど、うわあ9000。これでスサノオがなくなったのかな。そうでもない、スサノオ長かったしね。いくぞ、足りてない。うおー、こわこわ、4色ない、4色ない。ドロップリフレッシュを使います。ドロップリフレッシュ、え、またない。ちょっとマックス、これ今日完全にないなんか呪われてる。ない、なんかね、ただ、はい、これ前回と一緒でアテナ降臨来週だから役落としっていう考え方もある、はい、なるほど、きっとそうに違いない。くそさあちょっと回復さのもう、うわ怖いな、相変わらず怖いな。よし決めるぞ、はい、いけ、ドロップ強化光だ、ドロップ強化炎だ。いきます、よいしょよいしょよいしょ、うん、よいしょ、ダウン、はい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 、いけー、倒しきれー、よし、はい、お疲れ様でした。落ちました、いや落ちましたね。どんなモンスターなんでしょうね。あ、モンスターを見せましょうか。はい、見たいです。ちょっとここ切り替わる瞬間にあのフレンドの ID が出ちゃうんで、一瞬だけちょっと画面を、一瞬だけ画面をちょっと切っていただいて、はい、うん、じゃあいいですね、あの私じゃあ行きますね、ちょっと待ってね、落ちたモンスターをお見せしましょう。はい、見ましょう。いや手に汗握る攻防でしたね。ちなみにですね、この魔法石竜の、魔石竜の洞窟ですか、大洞窟、ぶっちゃけ結構難しいです、うん、まあ、はい、どうぞ、出ました、テクニカルのかなりさ、まあ、今の最後ですからね、それは難しいでしょうね。はい、今落ちたドラゴンを見ていただきましょう、うん、これです、漱石竜ミスリル、ミスリル、あのですね、これ5種類います。はいはい、ドラゴンは5種類います、うん、これは、そのうちの1体、種属性が、水色のパターンですね、はい、でスキルを見ていただくとリーダーチェンジと書かれてるんですけれども、あのサブにいるときにリーダーと入れ替わる、もう一度使うとサブに戻ると、はい、で17ターンっていうモンスターですね、うん、で特徴はリーダースキルがなかなか強力でして、まあ、2色を半減というモンスターです。2色半減、嬉しい。そうなんです、マオちゃんとか非常に嬉しいでしょ、すごく嬉しい、取れたらすごい嬉しいでしょ、取りたい取りたい、欲しい。でこのドラゴンが5色分いるんですけど、はいはい、今ダンジョンクリアしたじゃないですか私、はい、このテクニカルダンジョンのこのね、ずらーっと並んでるこの最後の1個、はい、魔石竜の大洞窟行くとこんな感じなんですよ。なるほど、今私がクリアしたのが、うん、青石、漱石の飛竜で、この次が緑、水石っていうのか、水石の岩竜、水石の岩流で、私まだここをクリアしてないんですけど、ここをクリアすると順番に5色分のダンジョンが出てきて、それぞれのボスがそのさっきの魔石流シリーズです。はいはいはい、で今私あのラッキーなことにドロップしたんですけど、はい、実は宝箱のシーンも結構あって、あ、そう
なんですね。私自身の確率だと今日確か6回回って1回落ちた。でこれ2回目だから7回落ちて今2回落ちたって感じ、うん、だから毎回毎回 100% に近い確率で落ちるわけではない、はいはい、っていうのだけは、まあ、あらかじめ知っとくといいんじゃないかなと思います。なるほど、あくまで私の確率ですよ、全体の確率ではないです。はいはい、そんなわけで、以上私の今日の攻略は終わりましょう。なんだ、光の戦国流と魔法魔石流の大洞窟、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ラックス、うわー、ちょっと、なんすか、なんすか、マミルトン、マミルトンニコ生初登場のマミルトン、はい、ニコ生をご覧の皆様はじめまして、アップバンクのマミルトンと申します。はじめまして。はじめまして。おこんにちは。こんにちは。ちょっとみんなすごいびっくりしてる。マミルトン来た。マミルトンです。今日はですね、はい、どうしたでいいんですか。ありがとうございます。失礼します、はい、今日はですね、はい、ちょっとマックスに聞きたいことがあって突入してまいりました。聞いてくれ、聞いてくれ、カツラ言う、カツラ言う、大丈夫、カツラ大丈夫、大丈夫、カツラ大丈夫。8月2日にオープンするアップバンクストア新宿、はい、こちらで、うん、このマックスのニコ生の放送が公開生放送されると、とある詳しい方から聞いたんですけど、うんうん、本当なんですか。本当です。本当でした。本当です。すごいドアップ、めっちゃドアップ。いや、私はそれを確認するためだけに来ました。真央ちゃんも生放送になったら目の前に生のお客さんがいるんですよね。そうですね。大丈夫ですか。多分相当緊張してスキル使うなんか順番とか間違える可能性があります。なるほど。危険です。でも助けてもらえるかもしれないですね。そうですね、うん、あ、はい、ちなみに正確に言いましょう、はい、8月2日は、はい、アップバンクストア新宿がですね、はい、新宿のオープン日なんですけれども、それは金曜日です。そうですね。で、その次の月曜日からのこのパズドラ究極攻略ニコ生、はい、8月5日です、ね、8月5日放送分からですね、はい、それが、アップバンクストア新宿のお店の中にスタジオがありまして、はい、そこでの、公開収録になります。公開生放送になります。おすごいですよね。すごい人がいっぱい集まりそうなんですけど、通常のレギュラー放送だけじゃなくて降臨も含めて、アップバンクストア新宿の中でやるんだと。その人がいっぱい来た場合大丈夫なんでしょうか。ですね、スタジオ自体には観覧席みたいな感じで椅子も並べられます、はい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 、で、そこの椅子には、普段であればね、みんなどうぞ座ってくださいって感じになると思うんですけど、人が多すぎた時は、まあ、整理券とか、はい、うん、まあ、もしかしたら公認イベントとかね、すごいお祭りですから、そうですね、そこの規模でね、本当こう収集がつかないような人数になれば、お店の入場とかも整理券配布とかになるかもしれませんが、かもしれませんが、うん、まあ、ただやっぱりパズドラのこのニコ生、この生放送ですか、はい、非常にこう楽しくてですね、毎回毎回こうレギュラーで十数万人の方、はい、で氷イベントで、70万とか80万っていう方が見てくださってますから、一緒になってね、ワイ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 こうパズドラを盛り上げていけたらと思いますね。店の中で配信見れるの。店の中で配信できるの、放送がってことですか。撮影をしているってことを知らないらしい。配信が見れるのって質問が来てるから、そうじゃなくて、お店の中で撮るんだよっていう話ですね。今質問いただいたのは、お店の中に例えばね、パブリックビューイングみたいな感じで画面があって、うん、そこでなんかみんなで見れるのかみたいな質問だったと思うんですけれども、ですね、生で見れます、お店の中にスタジオがあります。スタジオが、特設ステージが、はい、特設ステージがあります。なるほど。で、そこのステージでもう私たちは生放送をやるわけです。おお、それはスペシャルですね。毎週月曜日が楽しみです。はい、うん、もう本当に一緒になって盛り上げていければと。あとお店の紹介、前ちらっとしたかもしれないんですけれども、そのアップバンクストア新宿には、パズドラ屋っていうね、今オフィシャルグッズショップがあるじゃないですか、はい、あそこにいろんなパズドラグッズあると思うんですけれども、はい、アップバンクストア新宿の中にもですね、パズドラグッズがもう本当にたくさんあります。おすんごいたくさん並んでます。なので放送を見に来るだけじゃなくて、うん、あ、やばい、このアーリンのぬいぐるみ超欲しいとか、なんかワールリンのティッシュボックス俺ずっと欲しかったとか、買って帰れます。おー、そうですね、放送で見ていた商品が実際にリアル店舗で買って帰れる、うん、もうゲームでね、ますますゲームが好きになりますよ。ますますパズドラが好きになるはず。素晴らしいですね。私はそれを確認するためだけにやってまいりました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、出てくるんですね。はい、じゃあマフルト先生、ありがとうございます。帰ってった。
マユミトン先生帰ってったで。はい、はい、唐突にね、マユミトン先生が今乱入してきましたけれども、はい、あのアップオンクストア新宿8月の2日金曜日オープンで、5日の放送からそちらの中のスタジオ、お店の中のスタジオで公開収録となります。年齢制限はございません。あの特にお酒を出す飲食店とかでもないですし、あの普通にあのスマホケースであったりとか、そういうパズドラグッズであったりとか、そういったお店です、アップバンクストアは。なので、まあ、お気軽にどうぞいらっしゃってください。はい、あとはですね、今日放送ちょっと長くなってしまったんですけれども、来週来週でございます。来週アテナ降臨、おお、ついについにやってまいります、はい、来週月曜日この時間、アテナ降臨の特番をやってます。はい、いや今回ですね、あの週末に大阪で握手会とかね、500人ぐらいの方が来ていただいたんですけども、はい、あの10人に1人以上の割合で、はい、多分もっとだな、5人に1人とかかな、はい、アテナ降臨頑張ってくださいってめっちゃ言われて、いや今日もほらあのお便りでね、何人もの方に言われてたじゃないですか。ほとんどの方がお便りに添えたメッセージでアテナ降臨で待ってください。いやアテナ降臨ね、本当に頑張りますよ、頑張りますよ。ただそのコロシアムってなんだとか、確かに分からないことも多いんですけど、今まで見たことのないね、うん、あ、予告動画が、先ほどいつ公開されたんだろう、いつ公開されたのか分からないですけれども、アテナ降臨の予告動画が今流せるということで、毎回このイベントの恒例になってますね、はい、私たちがね手作りで手作りいやいやいややってる動画なんですけれども、ね、じゃあお願いしてよろしいですか。アテナ降臨の予告動画、3分ほどの動画でございます、正々堂々と戦う騎士道とは何か、マックスムライ。7月29日夜9時アテナ降臨。光と木の属性を持つアテナ、コロシアムでの決闘。お前ら、踊る準備はできてるか。コロシアムでレッツパズドラ。今回の予告動画はいかがだったでしょうか。毎回ですね、我々予告動画を作るたびにですね、いろんな挑戦を盛り込んでいってるんですけれども、今回アテナ降臨、正々堂々と、うん、騎士道と、はい、山本プロデューサーにね、今のところ錯乱されまくってますから一体何なんだと。で村子もね、はい、このパーティーヒントにしてパーティー組んでみーみたいな言ってましたね。もうなんか見てもね、全然わからんちょっとね、錯乱されすぎてて情報戦が激しいから、はいはい、こっちもちょっとね
ガンホ陣営に、はい、パズドラチーム陣営に情報戦を仕掛ける。であの予告動画を見て、はい、村井がどういうパーティーを組んでアテナに挑んでくるのかって、うんうん、きっとパズドラチームは分からない、はい、なるほど。もう真剣なんだと、常に本気なんだと、どんなことをやるにしても本気ぶりを表した動画だったんですね。そういうことです、はい、あの今回のアテナにかけた本気ぶりを、示す動画で、はい、私あの芸人ではないですから、私あのアップバンク株式会社代表取締役社長 CEO 村井智武ですからね、はい、私の本職というのは会社の経営でございますから。ただそんな私でもアテナのためにこれだけ必死に本気に、うん、もう恥も何もこう書き捨てて全力でやるんだぞと、はい、っていうのを見ていただきたいっていうコンセプトの動画です。おわ、でちょうど大阪出張が入ってたんで、はい、じゃあ大阪で撮るべかっつって、大阪の皆様には、温かい目で、応援いただきまして誠にありがとうございます、うん、はい、そのわけで、はい、来週のこの時間はアテナ降臨です。いや楽しみですね。はい、私の髪の毛がね1週間でどれだけ伸びてるのかというのも見どころの一つでございますそうですね、どんぐらいで伸びるもんなんだろう、わかりませんよ。あのね、毎週あの経過を見れますから、はいあ、おわ、ドアップはい、どうしましょうか、エディ村井さん、三枝心さんの部屋、来週の、うん、やりましょうか、来週も。でもね、再来週かもって書いておきました。あー、了解です、はい、お題は、お題を発表しましょう。お題はですね、イラストがパズドラモンスターの日常風景。あ、いいじゃん、それ、そのテーマ。なんかこう、想像をいっぱいして書いてもらえるといいなと思います。いいと思います。で、投稿ネタがですね、パズドラの悩みをマックス村井に解決してもらおう。おー、ってことで、皆さんが全国のね、はい、普段ね、どんな悩みがあるか、全国のパズドラ喋り出しとその抑えるタイミングとこうお見合いを3回ぐらいした、ね、はい、いや、全国の少年少女のみんな、パズドラーのみんな、悩みがあればこのおじさんマックス村井が解決してあげよう、っていう頼もしいマックス村井がいるので、どしどし応募してください、うん、ただ全国の少年少女のみんな勉強ちゃんとするんだぞ、パズドラばっかりやってたらお母さん泣くぞ、はい、ちゃんと学校の勉強はするんだ。以上です。はい、はい、マックス決めましたね。はい、いや、来週はね、来週の放送盛りだくさんでございます。改めて、はい、グルーヴコースターゼロとのコラボが7時から、はい、で8時半からアテナ降臨の特番、2本立てで勝負がつくまで、おお、楽しみですね。ちなみにこの瞬間アンケートだけ取っていいですか。私今アテナじゃないや、どのリーダーでパーティー組もうかって悩んでて、そうですよね、1週間ぐらいね、ずっと準備しないといけないんで、事前に皆さんのねお気持ちを聞いておくのは大事ですね。ホルス、オア、はい、キリン、おお、ホルスかキリンか、ホルス、オア、キリン、アツイさんはない、どっちを育てるか。あとね、耐久もパーティーとしては組まない。なぜかというと、うん、耐久で初見濃紺がやれたのが一回もない、うん、あ、で結局私の過去の降臨見てて、はい、今3勝2敗1分けですけど、うん、ホルスしか見てない。結局勝ったのは、勝ったのは、はいはい、あ、まあラーかね、ラーね、うん、ラーはちょっときついかな、まあ、ハートがあればね、今のね私のこの髪型であれば、あの3パワー、スキル3パワーも発動できそうな雰囲気はありますけれどもラーはな、ちょっとな、足りないかな。すいません、アンケートいかがですか。二択でいいですか。二択でいいです。ホルスオアラー、あー、違う、ホルスオアキリン、さあ今ニコ生のスタッフの方がアンケートを準備してくれております。はい、来ました。どうだい、どうですか。ただこれで決めるわけじゃないですよ、あくまでこの1週間の私のその心というかね、はい、精神状況。アヌビスとか無理でしょ10コンボとか電話いいですか。はい、答え出ました。どうぞ。どうぞ。あー、ほほー、キリン人気。
キリンですか。私はですね、キリン、いや、なんでもない。え、いや、なんかね、キリンはね、四神南部が15ターンじゃないですか。はい。なんかね、騎士道に反するんじゃないかと思ってるんですよ。四神南部が、四神南部が。なるほど。15ターンで、キピーンっつってみんな揃うじゃないですか。はいはい。ギガグラビティ、ラースオブゴッド、ギガグラビティ、四神南部、四神南部で、はい、HP ガーンって減るでしょ。はいはいはい。で、万が一そこでエキドラも使えちゃったら、はいはい、多分そのままね、勝てる気もするんですよ。はい。そこまでね、あの、いければ、うん、ただ開始、顔合わせ、こんにちは、いざ尋常に勝負、はいはいはい、ランスオブゴッド、ギガグラビティ、四神乱舞、四神乱舞、ね、いや、威嚇っつってねどこに騎士道があんのよ、それ。なるほど、全然騎士道じゃないと。ああ、もしかしたら使わせてもらえない可能性がある。それ、ただいじめじゃねみたいな。なるほどね、とかね、予想してるんだ。てか、わかりません。すごい、みんなスキルなしがあるとか、スキルなしがありそうとかな、想像してるみんなが。はい、皆さん貴重な意見ありがとうございました。ありがとうございます。本日の放送はこれで終わりたいと思います。10分以上前にね、最後、あの、下のね、番組のテロップが流れたところですけどもね。そうそうそう。はい、では今日は長くなってしまいました。そうですね、終わってしまってよろしいですか。はい、はい、大丈夫そうですね。じゃあまた来週お会いしましょう。来週は、はい、アテナ降臨です。さよなら、お楽しみに。